の話どうなりました？なに？あの話ってどうなったって何のこと？ルーフェスのこと好きだって言ってたじゃないですか。何か進展あったんですか？次は誰を？ほら、お城の前で警備をしている男の子がいるじゃない。ああ、ライアス君のことですね。で、パメラさんが好きになったのって次はライアス君？ちょっと、声が大きいわよ。まだ誰にも教えてないんだから。はい、私の幼馴染で、さらに言っちゃうとルーフェスの弟なんですけど。あら、そうだったの。偶然って怖いのね。兄弟で私の心を惑わせるなんて。いやいや、パメラさんが一人で悩んでるだけですから。でもどうするんですか？ライアス君もそのルーフェスみたいに寿命が尽きるのを待つんですか？まだまだ子供ね、メルルは。恋の戦い方は相手によって全然変わってくるものなのよ。はあ、私まだ分からなくても別に困らないからいいんですけど。そのうち必要になるわよ。とにかくそれって具体的にどんなことするつもりなんですか？枕元に立って夢の中に出てあげるの。どう考えても悪夢を見そうな感じなんですけど。夢の中に出てくる麗しい宿女にライアス君はいつしか心惹かれていき、ある日お城の前で運命的な出会いを果たすのよ。どう？これで惚れない男はいない。もしそれで心惹かれていくことが万が一でもあるならですけど。そんなわけで私悩んでるのよ。ライアス君と情熱的な恋を営むか、羊さんと情緒的な恋をたしなむか。本当にどちらも捨てがたいのよね。お仕事もちゃんとやってくださいよね。そんなこと言われても。メルルは私の恋とお店で買い物できるのとどっちが大切なの？お店で買い物に決まってるじゃないですか。ひどいわ。メルルが意地悪なこと言って私を泣かせようとする。でもこっちもお仕事が関わってますし。冗談よ。お店はちゃんとやった